じゃあ直江さんちょっとお話を、はい、その、まあ、直江さんのところに僕がこういうね高音質 HQD っていうみんな言葉を持って行ったんですけども、直江さん的にはその音楽配信とか、それからその今までその CD の音質と自分らが作りたい音質とか、その辺ってどういう、まあ、基本ね、もう僕たちワブの世界で作ってやってますから、それをこうやってやってくのは当たり前だというふうには思いますし、まあ、CD にしてもどんどんこうリマスターされて、やっぱ聴きたくなっちゃうし、欲はすごくありますよね、音に対するね。でスタジオで、まあ、やってる音がそれ聞いてもらうっていうのは本当一番ストレートなんじゃないかなというふうには思いますけれども、僕らこれ初めて、まあ結構びっくりしたのは、意外にすごいちっちゃなスピーカーとか、本当 PC のスピーカーで聞いてるところそんな違いわかんないじゃんとか、 iPod でわかんないんじゃないとか言ってたら意外にわかるんですね、これが。で本当にそんなオーディオマニアとかそんなじゃない人は、あ、やっぱりなんか違うって言ってくれて、それがすごいこれは面白いなと思ったのと、それからまだルールがないんで結構いろんなサウンドが来そうだなと思っていて、すごくその24秒じゃなくて、ただ音が鳴るっていうだけじゃなくて、もっとなんかね、汚い音でも聞こえたりとか、いろんなことできるんじゃないかなと。なるほど。そうですね。でも本当今一番新鮮な時だと思いますね。やり時っていう感じがしますね。ただこれプレイヤーその、はい、ハードの、その辺の説明は、あ、そういう風にされるんです。ですね、PC をお持ちの方は iTunes は、24.48K ってプレイするんですね、普通に。それからあとは、Windows Media Audio、Windows Media Player とか VLC とかいうプレイヤーは、PC ではね、大体プレイします。で、iPod が入んなかったんですね。ところが、先月発表になった iPod Touch、iPod などは 24bit48K を、これ Apple はアナウンスしていません。ですから Apple 公式に保証はされてはいないんですけれども、実際実験してみると、あるいはちょっと Apple の、ここから 裏情報で聞くと全然対応しています。あと、日本のオーディオメーカーで、たまたま先週パイオニアさんがその iPod のドック、ちょっと高級なドックですね、5万円ぐらいするを発表したんですけども、これがやはり24bit48K は全然通るんで、新しい iPod Touch を買って、その新しいパイオニアの iPod ドックを買うと普通に 24bit48K 聞けるんです。だから多分もう iPhone も 24bit48K 対応してますし、普通に今チップがそのぐらいの性能を持ってるのは普通なんで対応しちゃってるんですね、言わなくても。だからこういうふうにどんどん聞きやすくなってくると思います。まだ僕らがちょっとこれを売り出した頃っていうのは iPod にも入らなかったしだったんですけど、なんかその辺もいいタイミングで変わってきてくれてるなと思って、やっと普通の人が普通に聞けるようになったタイミングで僕らはちょうどこのサービスを始められたので、よかったな。